ホーマー・ローレンス・リッツェンバーグは、アメリカの軍人。アメリカ海兵隊に所属し、バナナ戦争における、ハイチの占領任務や、第二次世界大戦、朝鮮戦争などに従軍した。最終階級は中将だが、これは、彼の勇敢さを称えて、退役時に特例として送られたものである。1959年5月31日、37年、勤務した。 海兵隊を退役する。最後の職名は海兵隊観察官であった。彼の名は長津湖の戦いにおける第七海兵連隊の指揮官として特に知られている。1903年、リッツェンバーグはペンシルベニア州スティールトンに生まれた。フィラデルフィアで高校を卒業した後、ペンシルバニア州兵に2年間勤務した。彼の海兵隊歴は兵卒として始まった。 1922年にパリスアイランド、志願兵訓練所を卒業し、二等兵となる。その後は当時米国の占領下にあったハイチにて、勤務し、1925年2月19日までに、少尉へ昇進した。1928年と1929年には、ニカラグアへの遠征にも参加している。1933年、 ート・ベニングの陸軍不評学校を卒業し、その後の2年間をフィラデルフィアにて、海兵予備大隊の教官として過ごす。続く2年間には、グアムにて、知事補佐官、警察長官、民兵顧問総監などを務めた。1938年から1943年、1944年9月から1946年5月までの2度に、渡り、彼は、 ワシントン DC の様々な部局に勤務した。第二次世界大戦が始まると、少佐に昇進していたリッツェンバーグは、アメリカ海軍艦隊司令官本部付け勤務となり、戦争遂行におけるイギリスとの共同を調整するためにイングランドに派遣された。1942年11月には、フランス領モロッコカサブランカへの上陸に参加している。アメリカに帰国したリッツェンバーグは、 第4海兵士団、第24海兵連隊第3大隊の指揮官となる。さらにその後、連隊監督将校として、ロイコールナムル島、クエゼリン干将マーシャル諸島などに対する攻撃に参加し、この折に一つ目の銀星賞を受賞している。1944年3月には、第5水陸両用軍団に作戦支援士官として配置され、 サイパンの戦いやテニアンの戦いに参加した。1946年6月、第7艦隊の司令官幕僚に任命される。合わせて艦隊付け連絡将校の肩書も付与され、陸軍のジョージ・マーシャル将軍と共に、南京の中華民国国防部長者に駐在した。1947年2月、作戦士官及び西太平洋海軍司令官。 爆僚付き海兵大使館に就任する。1948年8月、国防大学に出席するためにワシントンに戻る。1949年5月、ノースカロライナ州のキャンプレジウンにて、第2海兵士団第6海兵連隊の連隊長に就任した。1950年8月17日、彼はカリフォルニア州のキャンプペンドルトンにて新設された大、 第7海兵連隊の連隊長に就任した。1950年9月1日、第7海兵連隊は朝鮮戦争ただ中の朝鮮半島へ派遣され、以後2川上陸作戦や長津湖の戦いなどの激戦に参加した。その選考から、リッツェンバーグは海軍十字章を授与されている。1951年4月、米本土に帰国し、 ワシントン DC の海兵隊司令部に勤務する。同年12月、司令官付の法務補佐及び法制顧問に任命される。さらに、バージニア州クワンティポの海兵隊開発センターの所長、第三海兵士団師団長補佐、大西洋艦隊付海兵隊司令官補佐などを歴任した。1954年10月、海兵隊司令部にて監察官に就任し、 13ヶ月間、勤めた。1955年12月1日から1956年5月11日まで、キャンプレジューン司令官、1956年5月12日から1957年3月14日まで、パリスアイランド訓練所司令官を勤めた。その後、再び、朝鮮半島に派遣され、国連休戦協定委員の一人として、 反問点での交渉に参加した。帰国後の1957年12月7日より、海兵隊総司令部にて、海兵隊観察官の職につき、1959年5月31日の退役まで務めた。1963年6月27日死去。アーリントン国立墓地に埋葬された。リッツェンバーグは次の勲章等を受賞した。ありがとうございます。